戦車の真似します。はい。スーパーマリオメーカー2。どうもこんにちは、僕だよ。みんな聞いてますか？聞こえてますか？皆さん、僕ですよ。ということでね、スーパーマリオメーカー2やっていくんですけども、なんか今かっこよくない？スーパーマリオメーカー2って、スーパーマリオメーカー2、スーパーマリオメーカー2、スーパーカントンペンタカトゥン、ペンカトンペンタ。いつも通りのマリオメーカー2の実況はなんかバトルを淡々とやり続けるっていう動画なんですけども、今回は違います。今回はなんと企画でございます。イエーイ、みんな企画だよ、みんな聞いてる。今回の企画はですね、このハックンタイムアタックあるじゃない。ちょ、お前何寝てんだ。今回の企画はですね、この8分ピンハックンタイムアタックってタイムアタックなんですよ。知ってました？僕だけかな、これ知ってたの。タイムアタックって、まあ普通は速さを競うやつで、まあなんか、まあみんなね、最速で行きたいじゃないですか。コースを最速でクリアしてランキング上位に食い込みたいじゃないですか。でも僕は、一番下に行きたいなと思いまして、狂ってますよね。俺、何やってんだ？一番上に行って目立つより、一番下に行って目立った方が、なんか、ダサくね？ダサいな。じゃあ行きますか。てかこれ、俺押したことないんだけど、ここ。ハックンタイムアタックのとこ。俺行ったことないからさ、これ初見っていうか、もう、童貞。じゃあ行きます。はい。さあどうなる？現在開催、あ、ゆでた！雪玉コロコロ。431,839 人がやってるってことこれ。イベント終了。ガボンとスムーサンボをうまくかわしながら、雪原を駆け抜けよう。スムーサンボは踏むと雪玉になります。小さい雪玉は持って投げて人をぶち殺しましょう。何回もチャレンジして最速のルートを見つけないでね。これ遊べる？イベント終了って書いてんだけど、これ大丈夫か？みんなのタイム。ちょ、これ見てみようか。あ、待って。ブロンズスター級、シルゴールドスター級。あ、なんか、あ？何これ。ゴールドスター級しかまだ見つかってないんだ。へえ、じゃあ、あれだね。結構未来はあるってことで。ちょ、待って、これさ。え、これ。待って、下、一番下にいる人さ、いるんだけどさ、あれ？しかもなんか最速でクリアしてる人多くね？意外と。なんで？見て、この一番下の方。このなんか三つの、棒がさ、可愛いんだけど、孤立してて。え、ってことはさ、これランキングに表示されないってこと？俺、頑張っても。嘘？まあ、やりましょう。さっきました。雪玉コロコロ。まずは練習。え、どういうこと？どういうこと？なに、始まった。まずは練習って何？練習？まずは落ち着いてクリアしてみよう。舐めてんのか俺のこと。お前こんなとこで死ぬようじゃな。お前マリオメーカー2の実況なんてして、何これ、ちょっと分かる、新しいギミックわかんないんですけど、俺リングしかやってないからさ、新しいギミック。あ、どうなってる、ちょっと、俺こんなとこで死ぬわけにはいかないんだけど、普通に。あ、やばい、ちょ、ピンチ、普通に。あ、ちょ、やばいかもしれない。いや、こんなとこで死ぬない、俺絶対に死ぬない。絶対に死ぬない、よし、大丈夫だよ。どんなルートがあるかな、お前舐めてんのか、本当に。舐められてんだけど俺、マリオメーカー2に。嘘でしょ。めっちゃこれ持てんの？あ、持てないんだこれ。へえ、よいしょ、よいしょ。これでジャンプもできるんだ。オッケーオッケー。あ、これを蹴って、どうすんだ。わー、あ、やった、練習終わり。あ、来た。いや、練習って言ってたから、なんか普通になんかね、そんなランキングとか競う感じでやってないんですけど、そんな勝手に競われてもね、こっちが来た。ゴーストと一緒に遊ぶことができるようになりました。繰り返し遊んでマイベストタイムを更新しよう。ポーズメニューからゴーストの数を変更。え、やだ、俺幽霊と一緒にやりたくないゲーム。あ、来た、何、かわいい、ハックンの帽子。かわいいけどクソだせ。まずは普通に、まあ、ちょっと俺のベストタイムみたいのを出しておきたいんで、まあ、普通にやるわ、一回だけ普通にやって、まあ、そっから、最遅ってなんて言うの？最速の逆ってなんて言うの？雪玉、え、何、集まれー。かわいい。これ突然始まるからね。ちょ、なんか、突然始まるぞ、マジで。バトル見た。来たー！めっちゃいる！邪魔ー！いや、大丈夫。いや、かわいい！なんか、いや、全然、まだこっからなんで、ちょっとやめてもらって、ちょっとやめて、本当に。え、ゴーストって、誰ばす？いや、違うんだよ。違う。そんな、俺真面目にやってないから、今。今から本気出すからね。俺、全然、今から本気出すから。やめて、そういうの。本当に、今まで手加減、やめろ、お前！やめなさい！よし、じゃあ、俺の右手を解放するか。よし、行きます。俺、純粋に下手な、あ。サムネ撮ろう、みんなサムネ撮ろう、サムネ撮ろう、いいね、サムネ撮ろう、サムネ、うわー、気持ち悪い、サムネ撮ろうぜ、みんなで、あは
った21秒これが僕の、そうです。語彙力これで、どれくらい？あ、早っ！それでは、本題に参りましょうか。なんだっけ？よし、じゃあやっていきましょうか。まあまあ、君たちは急いでね、ゴーストたちは急いで行ってますけど、まあ、僕は安全第一に行かせていただきますね。ゴーストさん、ちょっとやめてね、本当に。これ全滅させようかな、みたいな勢いでやっていきますけど。いや、これさ、このサンボだっけ名前。こいつめっちゃさ、判定長いんだよね。あ、まあ、ちょ、そっか、死んじゃダメか。死んじゃダメだ。これ100、右上のタイムが残り1秒とかでゴールすれば、いいんだよな。何遊んでんの君。かわいいな。かわいいな、このゴースト。あ、どうしたの？どうしたの？何立ち止まってんの君。何してんの？あ、かわいい。ピーチさん、僕、あなたのために助けに来ました。僕と二人で逃げましょう。ピーチさん？ピーチさん？え？嘘？もしかして、ピーチさん？こっちみんな？あ、みんな待ってくれてる。かわいい。かわいいんだけど。なんでこいつら。7、8、9、10、11、12、12体かな。12体のハックンたちが見守ってくれてます。さて、キノピオさんに今の心境を伺ってみましょう。キノピオさん。運命のカウントダウンが始まってる。これ年越しカウントダウン並みに緊張するわ。嘘？そんな緊張しない。全然緊張しない。年越しカウントダウンの方がめちゃめちゃ、あ、待って、来るよ来るよ来る来る。あと5秒かな？ 5、4、1で行く1で。3、2、1。はい！これどうよ？どうこれ？あ、みんな喜んでくれてる。ありがとう。最速じゃなくて最遅い。行ったよ。最遅のタイム。さあ、これでどうなる？なんか、ぴょんって出るんかな？棒が。え、棒出て！たった一人でも棒出てほしい！ということで、世界一の記録を出せたのではないでしょうか。ま、棒が表示されないんでね、ちょっと詳しくはわかんないんですけど、まあ、ね、心の中では、俺世界一なんだぜって思っとくので、世界一です、僕は。何を言ってるんだ？たとえこれが世界一の、一番遅い記録で、とか言ってね、たとえこれが世界一の一番遅い記録じゃなくても、俺は世界一だって信じてる。信じることによって俺が世界一になる。本当に何を言ってるんでしょうか。では皆さん、良きハックンライフを。ハックンライフってなんだ。